はい、皆さんこんにちは、エンプラチャンネルですと、いつもいつもソフビばっかりやってますけどね、今日はプラモデルの話題でもと思いまして、パトレーバーのレーバーキャリアね、モデロイドさんのやつ、着々と作っておりますと。まあでもね、隙間も空いちゃってるし、もうちょっとね調整が必要かなっていうところで、いろんなところを調整しなきゃいけない。まあ一応色は塗ったんですけどね、まあちょっとこの後ね、このはめ合わせがねちょっといまいちなところが多いもんですから、そこのところを調整していって、もうちょっとねこの継ぎ目がね、なんかね隙間すごい空いてるなんかね、いろんな奇怪なことやってたら、なんかあのパーツが縮んじゃったのかなって、なんかパキッパキッと合わなくなっちゃってるってことがあるんでね、ここは後でねまた外してちょっとすり合わせとかをやっていかないとなっていうような感じのところですわね。あとはもう透明パーツを裏の方からなんかね塗ってあげないとちょっと、いかんなみたいなところも多々出てきて、まだね、パーツも全部ねくっつけてるわけじゃないのでね、そして、まあ乗ってるのはモデロイドのパトレーバーじゃなくて、ロボット魂のパトレーバーが乗っかってますわって感じでね、よいしょ。でゴッドフェニックスは邪魔くさいな。まあこんな感じでね、まあちょっとその前にここを下げてウィーンって感じでこうすり上がってくると、まあちょっと後ろとかがなんなんでねよいしょ、まあ、まあ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 、いい感じじゃないですか、なんかいい感じじゃないですか。まあ引きで撮ったらねこんな感じですけど、まあ、キュー元に戻します。よいしょ、ね、こんな感じでね、作っている途中ですというところでね、今日はねゴッドフェニックスもちょっとね、デカーズも貼っての、まあ、そこそこ色も塗って、まあもうこれでいいかなって感じの、出来ですね。ということでね、今日はウェーブさんの話題なんですけども、今日はね雑談ですよ、プラモデル的な雑談ね、まあ、ウェーブさんのゴッドフェニックスがあって、まあね、アカデミーさんのゴッドフェニックスがあって、まあちょっとね、ケチョンケチョンにちょっとね、ウェブさんをけなしたようなね、ブログ記事とかを書いてしまったわけなんですよ。もう国産が韓国に負けるなよっていうようなね、書いたところね、なんと、なんと、今日ね、朝起きたらなんかウェブさんからメールが来てまして、メールが来てましてってね、まあツイッターとかでね、まあ、ウェブさんのものがなんか更新されると僕のところにあのツイッター更新されましたよってメールが来てただけなんですけども、そしたらなんとね、はい、ガリアン、もうガリアンがなんとウェブとアカデミーのコラボ企画ということでね、実際私もねこの出来で、ね、この形でこのクオリティだったらいいなと思ってたんですよ。そしたらですね、今度ガリアンというプラモデルは、まあ、企画制作がアカデミー、そして、企画協力と開発協力と販売がウェーブということでね、コラボ企画。要はね、このゴッドフェニックスのいいとこ取りをしようという企画がね、現実化されてしまったということで、いやこりゃ買わなきゃいかんわっていうことでね、もう早速アマゾンでポチッとしました。ポチッともうプラモデルやめようなんて思ってたんですけども、まあ要はねこのウェーブさんのこのデザインのゴッドフェニックスがですよ、このアカデミーさんのクオリティでできるというんだったら、これ夢のような企画ですよね。まあもう日本韓国に負けるなよとかなんか言ってましたけども、いや、いいものが手に入るんだったらそれに越したことはないので、見てガリアンのね、あの写真とかをアマゾンとかで確認したら、まあ悪くない。まあまあね、アレンジはね、ちょっときつめですけども、まあ、いい感じじゃないかなっていう感じでね、ポチッとしちゃって、ちょっと8月発売ということでね、楽しみにしていますわ。本当にね、アカデミーと、ことアカデミーの出来がいいぞっつってね、ウェブ何やってんだよみたいなねことをねブログとかで散々叩いてたら、まさかのコラボ企画がね、実現するとは思わなかったなっていうところと、
まあ実際モデロイドって言っても中国で作ってるんでしょうから、もう日本はね、もう製造物作り日本っていう国はもうないのかもしれないですよね。もう OEM だの ODM だのっていう感じで全部韓国中国がもう日本のプラモデルなんか作ってるのかなって感じがしますよ、国産が国産にこだわるんだったらガンダム作れよって感じたんでしょうけどね。ガンダムはなかなか手に入んないよ本当にエアリアルだってもう定価で買おうと思ったらね、まあ何が悪いってわけじゃないと思う、転売屋だけが悪いってわけじゃないですし、まあ、あのガンダムのプラモデルマニアの人ってね、ほとんどの人が作らないで箱だけ飾ってるというね、まあ毛量の箱ですよ、箱に取り憑かれた人たち、もう箱に囲まれてるとなんか落ち着くっていうね、呪いがかかっちゃった私もね一時その呪いにかかってましてね、その呪いからね取るのもう外れるのに本当にね大変な思いしました。毛量の箱っていう小説を読んだ時に、ああ俺は呪いをかけられてるんだっていうところでね、随分とね悩み悩んで箱を捨てて中身だけ取っといてなんて言ってね、今に思い起こせばね、箱取っとかないともう飾っとくのが邪魔くさくてしょうがないたまにしまいたくてもしまえないっていうね、まあそんなところでね、箱は極力少なめにっていうのがモットーでございます。はい、まあ呪われるのは嫌ですからね、まあその呪いのためにねなかなか作りたいっていう人の手に渡らないっていうところがガンプラの面白いところでもあるのかもしれないですが、私もね手に入ることは手に入るんですけども、もう作りたいっていう意欲がね失せちゃった後でだいたい手に入るそれと結局積んじゃうっていう感じになっちゃうもんですからね、もう結局積んでるうちにね興味も失せちゃってね、なんかパートのおばちゃんの子供さんにあげちゃったりとかね、結局あのククルスドアンの島のザクだって買ったのはいいけど、よし作るぞなんて思ってたんですけどね、もうアマゾンプライムビデオのあれ見てたらなんか作る気もなくなっちゃったし、エアリアルも届いたらどうなっちゃうんだろうな、あれはちょっと作ろうかな、階層型が欲しいとこなんですけどね、もうなんか手に入った時にはエアリアルも形が変わっちゃってるみたいなところありますけどね、まあそのところでこれはちょっとねもうちょっとあの手直しをしていって、このね隙間を埋めたりなんかしてね、もうちょっと、デカールもちゃんと貼らなきゃいけないしね。そしてあのアカデミーさんとゴッドフェニックスとのデカールなんですけども、やっぱりねアカデミーさんのデカールの方が良かったです。断然食いつきもいいし、あのマークソフターとかねマークセッターとかってありますよね、なんかねデカールを柔らかくするやつ、あれに浸した時にピタッとねあれに負けないんですよ、ウェブさんじゃなくてアカデミーさんのデカールは。ところがウェブさんのデカールはマークセッターとかねマークソフターに負けちゃう、キュニューンと縮んじゃう感じがしてね、おーっとねやばいやばいやばいみたいな感じでね速攻で拭き取ってなんとかなりましたけども、ちょっとねまあこれね肉眼だとねちょっとデカールが溶けちゃってるところがね気になる、動画だとあんまり気にならないですけどね、まあそんなところでやっぱりデカールの質も負けちゃってるなっていう、なんだよこれはって感じですよね。まあそんなもんですからねガリアン非常に期待していますっていうところで、はい。そしてあとはね魂ウェブさんからもね、今回はですねアフロダイエース、まあ、箱、ね、私はねアフロダイエースの超合金これ持ってるからね、まあ今回はねパスです。4月の6日に予約開始かな。またね今回もあのガラダ K7 とかと一緒ですよね、ガラダ K7 どこ行ったかな、よいしょ、これもまた箱から出してないっていうとこなんですけども、ごめんなさいね箱だけでね、まあ要はこれと同じようなパッケージに入ってるんでしょう、お値段もあんまり変わらない感じで、アフロダイエースと何だったかな、ミネルバ X のセット販売、今回はね台座もついてるそうですって書いてあったような気がするんだけどね、ついてなかったらごめんなさいね、まあそんな感じであのこの間のね革新でしたっけ、何だったっけ
忘れちゃいましたけど、新しく出た1月に発売されたマジンガー Z のね、超合金塗油をね盛り上げようっていうんでね、今度はアフロダイエースと、また忘れちゃう、ダイアナエースじゃなくてミネルバ X ねのセットで発売されるということでね、まあ、私これあるからね、またわざわざそれをね買わなくてもいいかなと思うんだけど、ノーマルカラーのアフロダイエースっていうのもなんだかなっていうね、また R がついてるね、これと同じようにね R 付きということで、リニューアルなのかなっていうところなんですけども、ネジ穴とかもそのままでしたからね、これの、再販物って感じなんでしょう。多分ねボスボロットとかそういったものもね、出ると思いますよ。まあね、まあこの間1年前2年前ですか、あのガイキングの時にやったあの再販コンテストは何だったんだろう本当にね、再販投票に関係ないものばっかり再販するっていうかね、なんとしてでもあのマジンガー Z を盛り立てなきゃいけないっていうんで大変ですよね。まあしかもなるべくコストかけずにっていうことでね、再販もの再販ものでまた、でもどうしようかな、1万7000円ぐらいだと思ったんだよねこのアフロダイエースと、まあすごい悩んでますわ。はい、っていうところでね、それとはねまた別にね、ガメラ画像を出しますけども、ガメラのソフビが発売されているというところで、ネットフリックスですよね。ネットフリックスはねもうスタートレックが見たくて入ろうか入る前かだんだん悩んでた挙句に、スタートレック全部あのねパラマウントに引き上げられちゃったもんですからね、今アマゾンプライムビデオのピカードしか見れない、もうあれもねすんばらしい、すんばらしいっていうもうすばらしく面白いんで、あのスタートレックファンはぜひ見てほしいんですけども、今度はネットフリックスのガメラはどうなのかなというところで、ソフビはね今回はスルーしてるんですけども、なんでスルーしたのかと言いますと、これねモンスターアーツっていうんですかね、この怪獣の、フィギュアーツみたいなもんなんでしょうか、それのガメラが発売されるということで、これも4月6日予約開始ということで1万3000ぐらいかななんですけども、こっちの出来がむっちゃかっこいいわけ。ソフビのねガメラはねなんかいまいちだなと思ったし、動画でもねちょっとチェックしたんですけども、って感じだったんですよ。それがねこっちのモンスターアーツの方のガメラはむっちゃかっこいいんでね、こっち買っちゃおうかなとね、4月6日までね、まあ両方買うのは結構きついもんね、両方とも1万円超えの商品ですから、どっちかをポチッとできればなっていう感じでね、4月6日はね、有給を取ろうかな有給取ろうかなっていうか、多分お休みの日だと思うんですけどね、お休みにしてもらってね、朝からねカチャ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 やってるかもしれないですけども、まあ本当に先物取引みたいですよねこのカメラなんかっていうのは。まだ映像もねちらっとしか見たことがない。しかもねアニメの怪獣っていうと、もうあんまりね、やっぱり怪獣はね、まあ、CG はいいとしても、やっぱり特撮がいいなってかね、特撮に近い CG、ね、あんなセルアニメに近い怪獣だと、やっぱりザ・ウルトラマンってね私すごい好きじゃなかったんですよ。ね、あれだってスタジオヌエが絡んでたりとかね、もう本当に当時のねあのサンライズのなんかもう素晴らしいスタッフはみんなあっちへ辻込まれていったっていう感じでね、もう残りカスみたいな状態でガンダム作らされてたっていう本当に世の中って分かんないもんですよね。そっちの残りカスの方で作ってたガンダムの方がもうむっちゃ評価されて、あんだけ気合い入れて作ったザ・ウルトラマンの方が全く評価の対象外になってしまうっていうかね、一部のマニアだけがね喜んでくれるっていう商品になってしまってるっていうところを考えると、何とも言えないなっていうところでね、今日私はもうちょっと心の葛藤が、まあちょっとねガメラブームがね自分なりにも来てるんでね、今日はあのちょっとねオークションの方でねジグラをね落としちゃいました落としちゃいました。ジグラのソフビがねなんと1000円になったの。1000円ですよ。もうこの間のグビラもね1000円だったけど、ジグラも1000円に弱いなっていう感じでね、というところでね、今年は11月ぐらいには
ゴジラブームがさ、ね、来ると思いますので、いやあのビオランテゴジラも1万3000円か、もうなんかもう欲しいものの値段がみんな1万3000円ぐらいするわけ、もう嫌になっちゃう、もう本当にもうちょっとね1000円で買えるものっていうとね、うわってもうそれだけでね嬉しくなっちゃうね、うん、まあそんな、私でしたと、なんかね最近ポチったものリストはねブログの方でね随時更新してますので、そちらの方もお楽しみくださいということで、はい、今日はね雑談でした。それではまた失礼します。